次はと。さあどうします？これやな。ほう、知ってますよね。まあ、あなたならよくわかってますね。印象強いもんね。まあ、印象はあるね。うん、俺はどうしてもちっちゃいイメージがあるけど。それモンスターズの裏、ま、モンスターズシュッシュって、そうそうそう、日本でシャシャったシュッシュッシュッで、あの結構あの素早く動くんだよ、アクロバティックに。そう、めっちゃ素早いやつと思ったんでさ。でもジョーカー2の時さ、攻撃力ワーストだったんだよ。あいつジョーカー2で L サイズになったんだけどさ、エスタークって、ああ、あの攻撃力590だったんだよ。そうやったっけ？うん、590っていう最悪の数値だったんだよ。めっちゃ低いよ。さあ、エスターク。わからんけど。一応裏ボスの一角ですね。これにしよう。ほう。これはようわからない。これ。うんうん。あ、これ、それっぽいでしょ。なにこいつ。こんなんおった？知らんねえけど。なるほど。あ、でもな、そっか。うん。微妙なとこだな。あ、こ、拳強そうなやつでしょ。拳、拳。あ、お前やった、お前やったわ、これは。うん、ちょっと、俺からすると、すごいの来た。いや、すごいの来ました、こりゃ。あ、これが俗に言う、ピンと切りってやつかい。ストーマまさかありましたね。あれ超立ち塞がる。さあ地獄の帝王エスターク。チビは5100、意外と低めです。ちなみにでっかでかいよ。なんで小さいイメージにすんのよ。ゴーレムと同じサイズにすんな、勝手に。だって初見のドラクエがあれやもん。初見ドラクエジョーカーだったっけ。そうやで。あ、そうなの。いや、正確に言うとスラモリか。ゲ、あの、あ、アドバンスね。ああ、はいはいはい。さあ地獄の帝王エスターク、 HP は5100とね、実は大魔王の中では低めの方です。白目の話だけどね、これはあくまで、うん、さっきまでルギオスと比べるとね、ちょっと減ってます。さあ、これ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 。あかんやん。お、いけ、頑張れ。拳なんか強そう。いや、弱いよ。あ、弱。その拳、何のための拳やねん。あ、ピヨン。外れたんだ、すごいな、お前すごい命中率引いたね。飛んで、うん、いや、俺もびっくり。外れたってことは相当低い確率君引いてくれたね。そうか、テンション上がったね。ああ、なるほど。次の時期やばいよ、だから勉強。合ってます、そうです。あ、これ緑だね、緑でもよし。 ZR だけ、もうあとはこれならいけるでしょ。ここまでしかいかんねん。かける倍率が低いですからね。大きくなればその分最大いきますよ。さあ連打です、 AB 連打ですね。あ、 AB 連打いるか。これちょっと勝てたらでかいね。よし、これでかい。初めて勝ったぞ。多分ヨッピーがやってる中で初めてじゃないかな、翼で勝ったのは。うん、まあ2回目だしな。 B ですね。ああ、おおっと。満足した状態。珍しいの入ったな。さあ、あとは後の流れを言っちゃえば、その日右下を溜めつつ敵の攻撃を耐えれば勝ちということになります。とどめ打てれば大事だよ、ここから。頑張れ頑張れ。おお、なるほど。ああああ
とどめがわからない。さすがにいけるか。はい、奇跡の引き込んだ、当たったか。おお、あれじゃん、ちゃんと頭回収したね。しかも来た強烈な突進からスクリューンこれみんな言うんだよな。まだ1ダメージも食らってないね。だいぶ余裕がある。なるほど、一回も攻撃してこないな、あいつ。すごいね、スターク一回も攻撃してない。うん、いい感じに4玉出してるよ。大丈夫、4玉出すのは上手くなってる、だいぶ。5ターン目。うん、5ターン目です。まだ大丈夫ですね。ドラゴラム、君はエロが好きなの？また出てきたね。また踊り子出てきた。なんか肌をよし、でかいの出てきたね。ドラゴラム、ドラゴラム、この一旦大事だな。割とこの一旦すごく大事です。うわぁ。いけるか、いけるか、いける、これはいける。勇気たまったよ。たまったから何、たまったら分かりませんかね。1年前あったじゃないですか。覚えてません。なっちゅう、よく出るな。そんな技じゃないんだけどな、この技。何した。じゃあ好きなカードを選んでスキャンしてとどめる自撃。スラブラスター。あ、スライムや。スライムベスを召喚してればちょっと違った結果が見えるんだけど。宇宙衛星スラブラスターエスタークに砲撃。そうはならん、普通。いった。ああ、白目いった。そうね、白目よく、つばぜで勝ったのが最大勝因だと思うよ。エスターク、1年前君負けてますね。諦めんな、いけるぞ。1年前このあなた、この新エスターに負けてますよ。今集中しよう、いけるぞ。雪辱果たしましょうや。HP6500 に上昇。きた、きちゃって。さあ HP6500、 地獄の帝王エスターク、新、もう目が対象が変わっておりますというか。でもなんとなくの倒し方は分かったでしょ。向こうより先に貯めればいい。ああ、これソーマです、確実に。でだいぶ暗いよ、800いく。うん。そう、800いきます、一発。あ、そこソーマですよ、これも大体。はい、やっぱりね。ああ、うわ、見た目だけかよ。んー、ダメなんだよ。ああ、すごいな。あ、避けられてるのか。 5% 引いたのか、またお前。頑張れ。このね、赤目スタークさんは、お、ナイス。この赤目スタークは攻略法を知っているか知っていないかで難易度が全然違う。ちなみに、知らないとストーンマンが吹き飛ばされる、間違いなく。頑張れストーンマン。お前何のために出てきたんや一体。
さあこのターン大丈夫か、あ、おっと相手の攻撃あ、おい、今までの培った白目が頑張れだろうよもう目に見えてたわ、あ、死ぬだろうなってああ頑張ったのにな。ただでもいけるってのは分かったでしょ白目。ああじゃあ他のやでもいいし、エスタークもう一回でもいいし、赤目目指してみましょう。ああどうします、何しようかな。まあ確かにさっき結構なんか楽勝ムードで勝ったんはエスタークだね。うん、HP も5100だったし、もちろん他のでもいいですよ。まあもう後半なんでいっちゃいますけど、ラプトンエルギオススタークは赤目の難易度が非常に高いってことだけ言っとく。あ、高かった。はい、全部ひどいの引いてんなって思ってあの赤目ね、全部多分俺でも苦戦してるわそいつは。あの正直一発で勝ってって言うたら、いやちょっとって言うかもしんない。あの運がすごい絡みやすい。ただ赤目エスタークに関しては攻略法を知ってると大分楽になるっていう。はあ、後半まで言っちゃいます。赤目の難易度はそんな感じです。あのラプエルギーはあのダメです、正直実は多分君が勝てる相手じゃないと思うんだ俺はなんて言い方や。めっちゃほう、ご存知ですよね彼のこと。知っとんで、うん、よう作ったり頑張って、よう作ったよね配合素材大魔王のね、だいたい一発ます。まともそこお好きなようで相当、やはり物理、まあ考えは間違ってないかな。あ、これしよう。ほう、なるほど。うん、ちょっと待ってください。ちょっと待って、どうして、どうして、なんかスライムしたいなと思って。ああ、はい、なるほどねはあ、よいしょああ、これはね今のねすごいね君。今これ動画出したらコメント欄で奇跡が起こったっていうよ、ある意味やばいそうやん資料に対してアトラス召喚するんですか、あなたその部下を、ロンダルキアの部下をまあこいつにしようマッチョマッチョマッチョっていうだけでもしかして選んだの、no. お前すごいよ。おかしいな、デスストーカーってさ、ゴロツキはエレミネーターがいるのにさ、同系種にその中にデスストーカーが出てくるとはまさか。色味あっとるやん、ほら、お、来たー、フルスウェイクきた、赤っぽいやん。いや、相性あります、大丈夫です、赤やからいや、戦士チームってことやね、まあ簡単に言えば。あ、そうだろう、相性がいいんだよ、戦士タイプだから。いや、俺もちょっと読めない戦いになってきた。さあ、まあ、さっき白目スタークを突破したのは嘘ではないってことを見せてほしい、ちょっと。いや、DQ2 ですよ、こいつが出たのは。あ、そんな前から思う。うん、ファミコン時代からいる。破壊神。ベホマを使うことに有名ですね、ラスボスのくせに。ああ、はい、かなり凶悪でしたから、ベホマなんでびっくりですよ、ベホマ使ってきたらラスボスが。まあこのゲームでは使わないけど、さすがに。さあ、マッチョチームが行く。火力はまあ確かにありそうだね。あ、うわ、これやばいな。あ、主人公いった。まあ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 、弱点判定ですよね。ああ知ってるんです、わかりますよ、脳内時点ですもん僕は。せーの、ああ
ああ、あれ魔人斬りです、その技。あ、そうなんや。もう分かり、魔人斬りって言って通じるよね、一応。うん、そうです。技変わっちゃったことによって、そいつ魔人斬りになっちゃいました。そいつは魔人斬りマシーン。ダンス、おいおいおい、ダンス、何してんの。あー、やばいやばいやばい、あ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 かん、それ、あ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 、ダメ、それ、あ、あ、終わったか、うわ、ああ、火力は取れるんだけど、こっちも、耐久が足りてねえな、明らかに、粉砕の刺激、爆裂、な、もうお前たちはもう、なんな、何してんのおめえはもう。筋肉見せつけるんです、この技。見て、ほら。ほら。ほら。あ、あったな、こんなやつ。終わり。そんだけ。だから、で、なんか紹介しとったな。紹介しとったやろ。お前、もう1年、ま、2年前と同じことやってんだよ、おめえらは。倍率は上げれますよ。あれ上げないですか倍率。R で。ああ、忘れとった。AB 連打ですね。速くなった。心なしか速くなった。勇気倍率が足りません。どこ、あの勇気の量あるじゃん、向こうの左上と、うん、基本的に負けてる場合は行かないとダメだね。もう、あ、魔人斬り当たった。へえ、こんな出るんだ。あ、外した。あ、避けて、避けられてるのか。もう踊りは意味がないことが、よう分かりで。体を見せつけますからね、あいつは。アピール、アピール。そうそう、アピール、アピール。俺でも使わんわ、正直。アピール、あいつだけ。本日の、あの、概要、あー、終わったか ?3 体おらんのアピール。本日の概要が崩れるのでなしとします。死にます。論外。ちょっとさっきのスタッフは何だったの。論外論外論外。ちょっとまあ簡単に言います。白は白目でも強いっす。ああ下手な赤目より白、白目で強いっす。ああ君はね、さっきからハズレを引いているね、ずっと。弱い大魔王を引いてくるんだ。